皆さん、こんにちは。EPG パーャ社へようこそ。私は、ネル大学の日本語学科で、日本語、日本文学を教えているジョージでございます。今日の勉強のモジュールは、つまりテーマは、学校におけるいじめ問題というテーマです。まず、 どうしてこのテーマを選んだかその目的について簡単に説明したいと思いますいじめ問題とは日本が数年前から苦労している非常に深刻な問題の一つです毎年急増しているいじめ件数の状況を考察すればこれは紛れもなく悪化の意図を たどっているに違いありません。いじめ問題において、一番肝心な問いとして現れたのは、いじめという悪徳の責任は一体誰の相関にかかるのかということです。それは家庭教育をきちんと教えられない両親のせいで,でしょうか。あるいは学校で 教わっている教育や道徳が足りなくて、それをしおる教諭のせいで,でしょうかそれとも日本社会の構造にはどこか欠陥があり、それが要因で発するこの問題は社会の不備を示し、日本社会の構造そのものにその責任があるのか我々にはまだ 解きがたい謎のような問題ですそこでそれぞれ各要素を調べいじめのテーマを主に4つの副題に絞ってそれぞれの副題を詳細に説明していきたいとそれでは次にそのテーマの背景について簡単に説明したいと思います。 日本が直面しているこのいじめ問題に頭を抱え、いまだに明確な対策がこじられていません。言い換えれば、日本は最新鋭の技術において最大の国として発展したにもかかわらず、人と人との間のコミュニケーションが薄くなって、その副作用の一つとして誕生したいじめ問題がある程度、 まで人間関係で負けた日本,日本の失敗の産物でしょう。日本ではいじめの事件は日常茶飯事のような出来事です。子どもの精神に、そして将来にまで致命的な打撃を与えるこの問題は、ただ専門家たちによって、骨格泡を飛ばすほど議論され、 責任転換など未解決のまま終わってしまうが結局被害者は子供たちであることは否めない事実です学校で起こる単なる出来事はずっと軽視され本気でこの問題に取り掛かる情熱が欠けていたので子供たちの命まで関わってき結局この問題は伝染病のように 広まってしまったと言っても過言ではありません。このテーマに出てくるキーワードは次のようなものです。いじめ問題、家庭教育、いじめっ子いじめられっ子偏差値教育、ことなかれ主義、生活主義、数,数字至上主義、および集団主義です。それでは、 次にいじめの定義どんなものかちょっと見てみましょう。いじめというのは学校内外を問わずいじめを行ういじめ校が自分より弱いものであるいじめられ校に対して一方的に精神的なあるいは肉体的な苦しみを与え続け被害者に最大の苦痛を感じさせることです。 精神的な苦しみとして仲間外れ集団による虫暴言を吐いて被害者に中傷を加え被害者について根も葉もない噂を広めることなどが含まれ一方、肉体的ないじめとしては被害者を殴ったり物を隠したり他人の前で無理やり変なことをさせたりするのが はじめにいじめの要因はどんなものか見てみましょう。いじめの要因としてまず、加害者、つまりいじめ子の方から見ていきましょう。加害者をいじめに導いた主な原因は、家庭環境にあるが、それはある程度まで争,争えない真実だと思います。 なぜならば家庭で育てられた子どもはだんだん家庭の環境に左右されその雰囲気の影響を受けてしまい氏ゆり育ちというがごとく良い影響の場合は物事が円滑に進みます逆に消極的な影響の場合はしんべいことがたくさん生じてきます とりわけ、日本は大加速から核加速の制度に変わっているので、大人と子供の接点が昔に比べるとかなり減ってきたと思います。核家族では、共働きなどで、暴殺している両親や、単身赴任の場合は、家で母親一人で、 子育ての責任を負う負担などで犠牲者になっているのは結局子供たちです子供との接触時間が縮んでしまってずっと不任された子供たちは人間関係の価値観も知らずに未熟のまま残されてしまいますその反面 親の過保護及び過謝のせいで子どもがずっと密かに抱える要求不足が結局いじめの形として爆発してしまいます。加害者の要求が満たされない抑圧的な環境に置かれているのでよほどのストレスがたまってくるかもしれません。 その上、両親がひたすら、成果主義及び数字至上主義を強調するので、子どもに非常に圧力がかかってき、ストレスがたまり、いじめがそのストレスを解消する駆け口となるだろう。そして、加害者はいじめを通して、一種の。次の主な要因として、 加害者も過去にいじめにあったり、家庭で親や,や兄弟姉妹からいじめられたり、虐待などを受けたことがあるので、その腹異性として、他に誰かをいじめるという決意を抱えてしまいます。さらに、自分が他人と 違うという思い込みを持っています。特に帰国史上の生徒に対して持つ劣等感の場合は他人をいじめることで自分の力を再確認し満足を得ようとすることはよく見られます。最後のもの要因として言えるのは 学校側のいじめに対する油断の態度と認識不足は特別すべき最後の主な要因として学校側のいじめに対する油断の態度と認識不足は特別すべきだと思います学校では生徒のみならず先生までが忙しい毎日を 送っているので生徒と教諭の交流が不十分であるとよく何時られ先生が常に知識変調や偏差値教育を主張するために差別と偏見の構想につながりやすいという批判の声もよく聞こえますそれでは次にいじめにあたった被害者 に現れる証拠どんな証拠が現れるかということをまあ簡単に説明したいと思います。いじめにあたった被害者は、身体上の害のほか、恐ろしい先進的な侵攻も受けます。 身体的にキスを受け、ストレスのあまり、下痢をしたり、夜泣きやおねしょをしたり、服とか学用品とか、物品をよく汚し、破ったり紛失したりすることなどが、いじめを受けている証拠です。精神的な異常としては、まず、元気がなくなり、 学校に行きたがらないとか、朝になると、頭痛や腹痛が起こるとか、家族と話すことを避け、絶えずおどおどして、落ち着きがなくなることとか、精神的な異常としては、まず元気がなくなり、学校に行きたがらないとか、朝になると、 頭痛や腹痛が起こるとか、家族と話すことを避け、絶えず脅おどおどして、落ち着きがなくなることは完全にいじめの証拠です。子供が学校のことを非常に怖くて、学校に行かなくなるので、不登校の問題も生じてきます。これのみならず、 子どもが世間との接触を恐ろしく自分自身の存在さえ社会の目から隠したくなり家の奥,奥隅に閉じ,こ閉じこもってしまいます。これはつまり引きこもりという別の問題につながります。それにいじめの 苦さに耐えられなく頼りになる相手も見つからないものは自ら命を絶ってしまうつまり自殺する事例も少なくないということです。これから日本人のいじめに対する典型的な考え方どんなものか見てみたいと思います。 日本がいじめ問題に対して厳重に対応してきたが前向きな成果の引き差しがいま未だに収められていないことはなぜか優先的に考えなければなりません。問題の核心までたどり着けば解決方法もおのずから 解明ししてくるでしょうこの問題の裏には日本人の家事の文化やその真理も関わっているだろうがまずそれについて述べておく必要があると思います。日本人は常時他人の目を気にする典型的な性質の持ち主で ひょっとしたことでも一目を引いてしまう非常に恥ずかしく思い自分が罪を犯したような感情に陥り長くその感情の壁を乗り越えられないようです、うん、そしてその真理と深くつながっているのは出る食いは打たれるという構成を否定する真理です 日本は昔から手段主義を強調する文化であり、社会では一人が手段から離れて、個人的に振る舞ったら、早速仲間外れを食うことになります。いじめの場合も同じような現象が見えます。例えば、クラスの中では一人の学生が目立つようになると、 それが同級生の執刀の種になって結局いじめの対処につながります自分がいじめの被害者になっていることは世間に暴くのが恥ずかしがるのでいじめについて尋ねてもを引しずっとその苦痛をそのまま心に潜めておくのが日本人の特徴です つまり、いじめに屈服して、自分の軟弱な性質を見せてしまうと、それが逆にもっと、むごいいじめを、招く、誘因ともなります。さらに、このいじめ問題に、うまく対処できなくて、常にやり玉に、挙げられているのは学校の、教諭たちの、 ことなかれ主義の態度です。さらに、このいじめ問題にうまく対処できなくて、常にやり玉に挙げられているのは、学校の教師たちのことなかれ主義の結果です。教師はいじめを見ても、勘がし、その上、本当にいじめだと分かっていても単なる、 仲間同士の揉め事と一人扱い、一切口を挟まないので、それが先生と学生の間の信頼感を破壊してしまいます。さらに、学校側は学校の経済で起こるいじめが暴露すると、それが学校の名誉を 汚す恐れの種となっているので、いじめの事件をあらん限り隠蔽しよう。次はいじめ問題の解決方策について考えてみたいと思います。いじめ問題をなくす方策は以前から講じられ、何回も厳格に。 実施されたにもかかわらずこの問題がなくなる見通しがつくどころかもっと悪化しつつあります社会学者教育者法律家などがいろいろ新計画を提案したがそれら計画が 中に浮いたままの状態で終わってしまっただけです。問題として残るのは政府側によって実行される施策の不足ではなくいじめを卑劣な行為として認めない日本人の認識不足だと思います。そこでまず国民に子供たちが 多少直面しているこの問題の重大性を認識してもらい問題解決にあたって一刻も早くみんなの積極的な参加を促すべきです学校で起こるいじめをただの仲間同士の揉め事と勘違いせずに真剣に子供たちの 必須な叫びに耳を傾け子供たちにいじめからの脱出を教えてほしいです学校で起こるいじめをただの仲間同士の揉め事と勘違いせずに真剣に子供たちの必須な叫びに耳を傾け子供たちにいじめからの脱出路を教えてほしいです そして、異ネン集団の子供たちの交流もいじめに、対して、子供たちを積極的に励ますために、非常に効き目のある集団になるかもしれません。何よりも大事なことは、国民がいじめの行為は、人間として絶対に許されない。 恋であるという認識を強く身につけるでに述べたようにいじめ側にもいじめを行うそれなりの理由が存在しているの,いるのだが人間だとか言っていじめ側に決して同情を抱えてはいけませんいじめは逆に 子どもの健全な成長にとって勘ができない影響を及ぼす深刻な問題とともに人間に関わる重大な問題でもこの問題についてはまず誰よりもいじめる側が悪いという認識を持ちもっと断固とした立場を取るべきですいじめが発生する場合はいじめ側がその責任を 追わなければならないことは言うまでもないが、いじめる側といじめられる側の他にも、それをただ手をこまねいて傍観したり、林立たてたりするものも存在するが、彼らもそのいじめ側の一部になるので、彼らの柔道的な行為も許されないという認識を 国民の一人一人に持たせることも大切だと思います。子供たちはいじめの被害者になったことをそう簡単に見分けられないので、いじめやその職をよく見逃すことがあります。被害者の死んに、抱えるつらい思いに、 触れるためにいじめられ側の見方になり、彼らの苦しみやつらさを、心身になって受け止める必要があります。つまり、いじめられ側に、最新の注意を払って、優しく指導を行うことが不可欠であると思います。それでは、 これから結論に入りたいと思います。すでに述べたあらゆるものを考察すれば、問題の詳細は、おそらく日本社会がいじめに対して把握している認識であることがよくわかります。いじめはどうしてもなくならないという日本人の価値観そのものは問題であり、 その価値観にもまず見直すべきです。そして、いじめの場合は、子供の最大の見方は、親に他ならないということを忘れてはいけない真実です。いじめは、がんのような病気で、初期の段階で子供の心を診断して、子供が抱えている悩みを検診し、 子供と共に力を合わせて、この病気に対して戦えば、この病気の治療は確かに可能となると思います。